こんにちは。ここは大阪駅なんですけれども、ちょっと今ねこれからサンライズに乗って東京に向かおうと思ってたんですけれども、ご覧のような状態です。現在時刻は22時44分ということで、まだサンライズ号はこの区間に差し掛かってはいないんですけれども、まだ姫路にも到着してないんですが、こんな感じで信号トラブルで、運転見合わせということになっております。これまずいな。明日ね、ちょっと上野駅に朝7時半ぐらいまでに行かないといけないんですけど、遅れられるとその次のね、これツアーに明日参加する予定なんですけど、そのツアーに参加できなくなってしまいます。運転再開のめどは立っていませんということでずっとこう流れてるんですけど、いやどうしようかな。もし、ちゃんと走ってきたとして、まあ、遅れたとしてね、0時33分定刻なんですけど、例えばまあ1時半ぐらいに乗れたとしましょう。1時間遅れで行くとして、途中の例えば熱海とかそのあたりから、新幹線に乗り換えることができれば、もしかしたら7時30分40分ぐらいに、上野駅までギリギリたどり着けるかもしれないということを考えてるんですけども、ちょっとどうなるでしょうかといったところで、なんとまあこれがさらにこの左に、あいおいからさらに左に伸びました。であそこにね今表示が出てますけれども、今度なんかね動物と衝突したトラブルまで発生したそうです。今信号トラブルが流れてますが、いやーこれは大事だな。今日は金曜日なんですけども、夜にねこういろいろこう移動されたり、あるいはこれからこうどこかに出かけられるなんていう方もいらっしゃったんじゃないのかなと思うんですけれども、阪神間ではね代替輸送ということで行われているそうなんですけど、それ以外のところに関してはまだ特に案内がないですね。あ、これね、山陽線動物と接触、22時43分つい5分前で、これ現在か22時8分頃か、山陽線動物と接触したため車両と線路を確認していますということで、今日の山陽本線散々ですね。これ乗車予定のサンライズ号は今ここの辺りをね走っております。プラス1分ということでまだね1分遅延できてはいるんですけど、ここから先まだこれプラス7分だな。この姫路の方に近づいていきますと上郡とかね過ぎてくる、この辺だと相生で35分の遅れ、姫路でもだいたいもう1時間遅れてるんですね、この新快速がね。でもこの辺からはバタバタと、もうこれ運休になってるんだろうな、何もいないや。新快速加古川で61分遅れがいて、あーこれ全部止まってますね。これあ、明石西明石の間に4つもいるわ。マヤ駅付近の信号トラブルということなんで、今こうやって見ていきますとね、三宮ぐらいまでこう上りがずっと詰まってて、灘のこの快速61分遅れが先頭で、ここから先にないんですよ。だからこの辺になんかトラブルがあって、反対側ここに1個いるんですけど、これよりこっち側にはね、いないんですよね。やっぱこの辺で、やっぱ何か、ちょうどこの辺でマヤ駅のあたり信号トラブルがあったということで、下り線はこんな感じでね、ずっと、上りはガラガラですけど下りは詰まってるんですよね。さらに遅れの区間が広がってしまっていますけれども、少し動きがありまして、大阪から京都方面へ向かう列車については順次少しずつ運転再開ということになってます。これね、ボケたぞ、運転を順次見合わせていますが、 JR 京都線大阪から京都方面の列車は運転をしていますということですね。これがもうちょっとこう左に伸びてきてくれればいいんですけれども、ああなんてことだ。どん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 掲示板が調整中になっていってしまいます。いやこれはやばいやばい、終日運転見合わせとか言ってるよ。運転回復する見込みがないんですかね。特にあそこの掲示板で流れている下の文字は変わりませんね。お、新しい画面が今一瞬出ました。また聞いたな、また出るかな。ああダメだ、ついにサンライズ号の名前が消えてしまいました。これはもう完全に運休か。サンライズそのものはね、多分すぐに運転を打ち切るわけではなくて、ある程度待つと思うんですよね。今現在復旧作業中ということですので、復旧作業が終わり次第サンライズ号に関してはそこまでね、例えば2時間以上遅れるとかそういったことでなければ
運行再開するのではないのかなと思うんですが、何度再読み込みをしてもサンライズは姫路駅でよく使用されていたままです。34分遅れ、現在の時刻は12時10分を回ったところです。本来であればね、帝国通りであればもう三宮を過ぎて大阪駅へ向かっているはずなんですけども、姫路駅、加古川で、あとは西明石、明石ね、こんな感じでもうずーっと止まってるんですね。60分以上の遅れはね、プラス61以上ということで、これでしかちょっともう表現されないんですけれども、こちらはご覧の通り100分以上ということになっております。現在この時刻なんですけどね、まだたくさんの方が駅構内にいらっしゃいます。サンライズ号に関してはね、まだ信号トラブルによる列車の遅れということになっておりまして、運転取りやめの判断はねまだされないんですよね。ただ今乗ってる人たちは乗れてるんですけど、今我々こう大阪側から乗ろうとしてる人たちが果たしてこの遅れて、まあ、やってくるであろうサンライズに乗ることができるかどうかというのはまた別の問題で、多分無理なんじゃないかな。午前0時を回りまして、だいぶ人が少なくなりました。これまでね、多くの方、ほとんどの方が振り替え輸送が終わりました。今度タクシーとかそういった乗り合いで、自宅に送りますよということで JR の社員の方が対応されて、ほとんどの方がそれで帰られたようです。まあ、自宅に帰る方はそういったことでね、手配が簡単ではないですけどね、まあ、することができるんですけれども、サンライズに乗る乗客の場合はまたちょっとそう簡単にはいかなくて、今サンライズに乗る予定の方が来られたら、まずホテルをね手配するということをしていたそうなんですけども、残念ながら金曜の夜ホテルはもうほとんど満席で、ただしサンライズ号自体は今姫路駅まで来ておりまして、さらに運休にはまだなっておりませんので、大阪駅でサンライズ号がやってくるまで待つか、あとはもう全額、今でしたらもう全額払い戻しすることができますので、払い戻ししていただいて、また別の方法を取っていただくかのどちらかですということでご案内をいただきました。明日本当は7時半にね、ツアーに参加、これにはね到底もうちょっと間に合わないので、もうどうせだったらねサンライズが来るまでここで待ってみようかなと思います。まさか今姫路まで来ている状態、姫路でもう取りやめになって、明日の朝姫路で、皆さん乗客解放されて新幹線振り替えで東京まで、そういうことはないような気はするんですけど、さすがに一昼夜あればね、信号トラブルがどのレベルかがよく分かりませんけれども、復旧してくれるのじゃないのかなという淡い期待を抱いているわけです。何時間遅れまでなら乗せてくれるんですかね。大阪駅に来るのは帝国であれば0時33分なんですが、もう今すでに40分50分ぐらい遅れてますんで、これよりさらにまた遅れるということになりますと、もう2時とか3時とかね、それぐらいに大阪駅を通過することになるんですけれども、 そんな時間にまあ乗るっていうことが、まあ、できたらそれはそれで珍しい体験ということになるので、まあ、なんか止まってた段階でね、いろいろ他の手を調べたんですよ。もしサンライズが乗れなかったら、新幹線で名古屋まで、とりあえず名古屋まで行ける時間帯であれば名古屋まで行って、翌朝朝一の新幹線で移動するとか、あとはもう夜行バス探してみるとか、もうこれ夜行バスはもう全部なかったんですよ。新幹線もぐずぐずしてるうちに、名古屋まで行く列車すらなくなってしまいました。で今度朝一の飛行機でね、なんとか行けないかな、朝一の飛行機探していますけれども、もうすでに満席で、そりゃそうですよね、こんな金曜の夜、土曜日の朝の飛行機なんか満席でないはずがないです。でそれから次レンタカー考えたんですよ。レンタカーを深夜で借りれるレンタカーもあるんで、深夜でレンタカーを借りて、それで夜通し走って東京まで行けるかなと思ったんですけど、残念ながらこの近くの深夜レンタカーは、もうすでに全部出払ってて、乗る車がないというような残念な状況でした。さすがにね、タクシー使ってまで東京に行くっていうちょっと価値を私はまだ感じてないので、そういうところではねちょっとできないんですけども、いやなんかねこう東京大阪を深夜に移動できるうまい方法があればいいなと思って、いろいろねやっぱ探してみるんですけどね、まあ、探すのが楽しいんですけどね、で見つからなかったら見つからなかったで、まあそれはそれでもう仕方がないですし、でも今回はまた他のね向こうに着いてからゆっくりできる時間があればね、また結構心気持ちも落ち着くんですけど、向こうに着いてから予定がある状態でこういうことになると、ちょっとやっぱりね、これは別に鉄道に限らずバスとか飛行機だって同じですからね、こういうリスクはやっぱどうしてもあるものです。
まあ、通常であれば0時33分の寝台特急サンライズ号が出た後もまあちょっとあるんですけど、1時を過ぎると間違いなく閉じてしまう大阪駅ですけれども、今日は何時まで開いているのか、開けてくれるのか、その辺もちょっと気になるところではあります。結構大きな音量で放送が流れ始めました。新三大駅と京都駅はね、運転してくれるそうです。いや、良かったですね。サンライズはどうなんですか、来ないのかな。まだ姫路にいるみたいですけどね。もう本当に人誰もいなくなりましたね。本当1人2人ぐらいしか歩いてないです。たまに人がいるなと思ったら、あの掃除の方ですよ。今のサンライズが来る予定のホーム見たらね、何名かやっぱ待っていらっしゃるんでね、私ももうどうせなら中入って待っとこうかなと思います。もうだっての乗るか乗らないかの選択しかもう今できないんでね、ここから家に帰ったところでどうしようもないんで、どうせだったらもう運休が決まるまで待ってみようかなと思います。意外とサンライズ号のお客さん待ってますね。払い戻しせずに待たれてる方結構いらっしゃいますね。まあ確かにあの車掌さんじゃ、駅員の方がね、あの払い戻しされるか、それともまあ、あの列車が来るまで、ホームで待つか、ということで、どっちか二択ということでね、おっしゃられてたんで、まあ、別に全く悪くはないんですけども、いや、意外と待ってるんですね。ホームの三宮側には待合室があるんですけども、この中でも、何名か待っていらっしゃいます。ちょっと寒いんでね、私も待合室の中で、待つことにします。本日も東京駅、現在も姫路駅で運転見合わせ中です。姫路駅で現在も運転見合わせ中です。前駅で信号トラブル発生中で現在も運転見合わせ中です。現在情報も現在変わっております。現在情報も変わっております。乗務員との打ち合わせを行っております。まあ、情報の取り次第ご案内をいたします。これが姫路駅で現在も、ということで、状況変わらずということで、まだ姫路駅で抑止をされております。現在時刻2時45分、午前2時45分でございます。サンライズ号はね、今三宮駅を出たところで、姫路駅から動き出しているみたいですね。少しずつ近づいてきております。放送では3時から4時の間に大阪駅に到着するという放送でしたので、おそらくまあ3時過ぎぐらいには大阪駅までやってくるものと思われます。これ見てましてもね、そのサンライズ号の前に詰まってました新快速とか普通列車がみんな動き始めておりまして、今この私の目の前に止まっておりますこの新快速安行きも今しがた到着したところです。なんかほとんどお客さん乗っておりませんけれども、いや、何名かはね乗っていらっしゃるんですよね。すごいな。大阪駅本日24時間運用となっております。あ、向こうのホームにもまだ新しく普通電車が入ってきたみたいですね。三宮方面からの電車が続々と到着しています。そして新快速の安行きが発車するみたいです。再開したということだそうですが、すごいな。約20分遅れということで、もう午前3時前ですけれども、サンライズ瀬戸出雲東京行き遅れ120分出ております。お、次の詰まっていた新快速がやってきました。すごいな、1両に1人ずつぐらい乗ってますね。すごいな。もう夜行列車になっちゃったよ。夜行列車新快速が続々やってくる大阪駅です。
前駅付近の信号クラブの影響で遅れております。ただいま尼崎付近を走行しております。到着までしばらくお待ちください。塚本まで来ました。あと一駅ですね。まもなく到着します。時刻は午前3時を回ろうとしております。正面には新快速の安行き急、もう夜行快速安行きとなってしまいましたけれども、出発していきます。お客さん何名かやっぱ乗ってらっしゃいますね。それはもう帰らないといけないんですからね。行くところまでちゃんと運んでくれる JR に感謝です。回送列車も出ていきます。そりゃ今日の朝までには通常のダイヤにも復活させないといけないので、あるべき列車があるべきところに行くわけです。3時間遅れで寝台特急瀬戸出雲東京行き大阪駅に到着です。ただでそれ遅れてますんで、ささっと乗り込みましょう。今回は喫煙室しか取れませんでしたので、廊下はやっぱり煙たいですけれども、中は全然にやっぱり匂わないですね。あ、いや、よかったよかった。あったかい、あったかい、これだけで十分だ。いや、ちょっと待てよ、検察がやっぱ来るかな。いやー、やっと横になれる。よいしょ。いやー、運転が打ち切られなくてよかったですね。これ以外にも東京に向かう方法が、まあ、ないところでした。ないというか、8時ぐらいに東京に着くことができる見込みがあるのがね、もうこれだけだったんですよね。これで多分ね、静岡かどっかで振り替え輸送みたいな感じになるんじゃないのかなと思うんです。振り替え輸送というか、そこで運転打ち切りになって、で、新幹線で行ってくださいねとかね。もう今3時間遅れて、2時間半か。0時33分、定刻の予定なんで、今2時間半遅れてるんですけども、このままで行くと、静岡到着がもう7時とかになっちゃうんですよね。そこ、あ、静岡に7時に着いても、そこから1時間じゃ東京まで行けないから、やっぱ無理だな。でもこの際、今日の東京での予定のことはもうどうでも良いですね。この経験もなかなかできないですよ。こんなね、120分以上遅れたこの3時過ぎに大阪駅を出発するなんていう経験はもうこれで最後かもしれません。おー、なんか心なしか加速が早い気がしますね。さあ、ここからどこまで回復できるでしょうかといったところです。いつもならね、もう少しね、街の明かりが残ってるんですけど、もう3時ですからね、夜中の3時、さすがにだいぶ明かりが落ちてますね。ちなみに私の部屋26番なんですけど、こっち側に28番とこっち側29番かな、こっち側ね、通路挟んで反対側はドアが開いておりまして、私が予約した時は満席だったんですけども、おそらくこの遅延の影響で、大阪とか三宮姫路ぐらいから乗る予定だった方がね、キャンセルされたんだと思います。新大阪駅が見えてきました。そういえば今回120分以上遅れてる状態で特急列車に乗りましたけれども、こういった場合でも到着したら特急料金って払い戻されるんでしょうか。
もうすでに遅れてしまってるんでね、遅れを承知で乗ってるから払い戻しはないですよっていうことで、特に問題ないとは思うんですけども、どうなのかな。さすがに新大阪駅は誰もいないそうです。夜中の3時ですからね。でも電気はついてます。まだ後ろに夜行新快速とか夜行普通列車が残ってるからですね。さすがにもう眠いんで、あと明日もね、朝ちょっと早いんですよ。早いっていうか早く起きなければならないはずなので、もう高槻通り過ぎるぐらいまでにはもう寝ておきたいと思います。それではおやすみなさいませ。明日どこで目が覚めるかな。天気になりそうですけども、今ねまだ豊橋付近をね走行してるようです。現在の時刻は6時7分。そして今しがた車掌さんより新幹線振り替え輸送のご案内をいただきました。浜松駅で6時40何分だからかなの、のぞみじゃない小玉号ね。あ、これ駅が今小さい駅があって分岐してて、これあれか、新幹線浜松駅から小玉号での振り替え輸送のご案内がありました。6時44分発浜松始発の小玉号東京駅に、乗り換えることができるということで、もしくはまたこのままサンライズ号を利用することもできるという案内がされました。このままサンライズ号を利用する場合、このままサンライズを利用すると東京駅到着は10時ごろになる見込みだそうです。いい色してますね、空が。いや別にね、もう 10時でも11時でもいいんですけど、個人的にはね、残念ながらこの後東京で用事があるんで、なるべく早めに東京に着かなければなりません。なお小玉号で東京駅に行ったとしても、すでに私の用事の時間にはねちょっともう間に合わないんですけれども、東京サンライズ号ご利用いただきまして誠にありがとうございます。繰り返しご案内をさせていただきます。本日 JR 西日本管内神戸線信号機器トラブルの関係で、この列車2時間40分ほど遅れて運転をしております。本日浜松駅にて新幹線のお乗り換えが可能となっております。浜松6時44分、小玉814号、こちらの列車がご利用可能となっております。途中静岡には小玉号ご利用いただくと7時8分、富士7時21分、三島7時33分、熱海7時43分、小田原7時50分、新横浜8時11分、品川8時22分、終点東京には8時30分の予定です。新幹線ご利用のお客様、浜松乗り換え改札口にお越しください。ではこの列車、このままサンライズ号をご利用もいただけます。
3列号をご利用いただくと東京には10時55分着の予定をしております。本日は列車大幅に遅れまして大変ご迷惑をおかけいたします。何も今日用事がなければね、このまま10時55分東京駅着の寝台特急サンライズにね乗って行ってみたかったんですけれども、残念ながらちょっと用事があるんで浜松駅で新幹線に振り替え輸送されることにしました。あと5分で浜松駅に着きます。もう着くかな。朝のライナー列車が止まってますね。こっちは電気ついてますね。静岡駅のやつですか。ああ211と311、これ動いてるな。浜松駅に到着しました。結構なお客さんが降りられましたね。このまま振り替え輸送をご希望の方は新幹線乗り換え改札口までお越しくださいとのことでした。今から私もそこまで向かいましょう。いや、このまま乗ってみたかったな。10時55分東京着のサンライズなんてなかなかめったにお目にかかれないですよ。まあ、平日だったら間違いなくどっか手前でね打ち切りになってるとこですよね。すぐに発車しないんだな。やっぱもうイレギュラーになってるから調整がなされるんでしょうね。運転停車されてます。新幹線乗り換え改札口こっちか。乗り換え可能なのはこの6時44分浜松始発の新幹線で、その後ろの54分発には乗れないそうですね。こっちの方がまあ18分早く東京に着くんですけれども、音だけ聞こえますけど出発したみたいですね。6時、何分だ、時計に真ん中がある、時計にあるはずなんだけどちょっと分かんないな。新幹線乗り換え改札口を通りました。そこでこうやって、振り替え乗車表というのを発行いただきました。なおこれで、新幹線こだま号にて東京駅に向かうことができるんですけれども、指定の新幹線6時44分発のこだま号にしか乗れませんということになっておりまして、これで行くとね、8時30分に東京駅に着きます。そうすると、帝国7時8分のサンライズ号で8時30分ということで、遅れが、ね、2時間以内に収まるので、特急券の払い戻しというのはないということになっています。